ちゃ。約700万入れて150万円かかってきました。ダメだ。708ゲームだっけ。お、何が708ゲーム。うるさい。今回も2人が焼肉目指して実践するホールは JR 蒲田駅西口を出て徒歩0分ひろき蒲田西口本店です。やっぱ稼働台でも強いな。マジで稼働台が強い。今日マハロにしようか。とりあえず軽く1500枚出します。さあ頑張ります。おっ、たまたま。いやー絶対勝ったと思ったけどな、朝の流れで2人とも。何が原因か、まあ化けか、化けいったのは失敗だったね。はあ、708ゲーム来ました。え、どこ、え、何言った？え？どこ？708ゲーム、なのは。もしかして天井？天井じゃない、天井でもないよ、まだこんなの。なるほど。さあ天井の歌がね。いやーというか投資が結局3万ぐらいなってるけど。やばいね、マジで。あ、入った。でもこれ795ゲームだけど普通に。あ、よかった、ステップアップだ。お願いします。こっちはね、いい方のチャンスゾーンなんで。あ、もう速攻ですね。ありがとうございます。ちょっと天井でいいのかな。はい、やっと誤差当たりました。闇の小ゾーンですね。もうこれしかなくなっちゃって、ただトムはもっと使っているそうなので、もう前途多難です。全く見えないプラスが。まあでもまずは自分の使った分ですね、取り返します。ダメだな今日、本当にダメだな今日。僕が打ったハーレスの様子気になるよね。見たら心が折れる可能性があるけどね、立ち直れなくなるパターン出てたらね。出てなかったら僕別に今日何も悪くないんじゃない。やっぱりもうここまで来たら一緒でしょ、3万か3万5千一緒やん。もういいや、ここでやっぱり引いてやる、それしかない。
中だったかな。お、あざます。ボーナス。あー、来た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 。何打ってるの？大きいスロー。大きいスロー？おう、当たった？嘘ついちゃった。え？平気で嘘ついちゃった。何？嘘？ああ、いた！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 よっしゃ、オッケー。絶対嘘っぽい。よし、ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、これマジでワンチャンあるよ。ソトシさんさんね。お願いします。パパ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 パ。うわー、やめてー。嘘だー。待って、いやーまだ大丈夫。息伸びた。飲まれたら終わりと思って。やっぱビンゴだったよね。ねえ、化け物語じゃないよ。あそこでビンゴだったな。普通に良さそうですけど、この段簡単に当たりすぎ。おい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 、マジか。簡単。終了。おめで
在120枚。おお、75ある。ボーナスボーナス、よし、やった、つないだ、よし、ノノハボーナス2回目。入んないよね、セリオン。ボタン、お、くで、あ、こい、10%。うう、残念。あ、やば、あと9ゲーム。ファイル残り5ゲーム、うん、ちゃん、うん、弱い、あ、いけるか、あかん、お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 、やった、ありがとう、あぶねえ、ラスト1ゲーム、あー、あー、よかった、あー、ヒヤヒヤした、よし、今度こそステリオモード入れます。骨全部出てるやん、まさかのハイディングドラゴンバーニングは出てるし、ビッグ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 、きたー、お、チェリドール挑戦、わー、いやいや、やった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 、いいか、素晴らしい、ビンゴ売ってません、座ってすぐビッグ、あれ、あ、決まった、え、いた、いつから、ついさっきだよね、さっきまでビンゴ打ってた、そうだよね、当たってたけどビンゴ2回、あ、本当に、簡単、まあまあまあ、とりあえず今ビッグビッグ、おう、えらい、投資額はえらくはないけどね、いくら、3-3、あ、まあまあまあ、当たったか、なかなか入んないですね、まあ、でもまたボーナス当てれば問題なし、終わっちゃう、アースラに落ちるんですよね、うん、ここでまた闇のショーゾーンに入れればいいわけですよ、
まあ500枚近くは回収できたんで、ちょっと戻りつつはあります。電話しないの顔終わる、終わっちゃいました。515枚。はいということで時間が来てしまいました。もうこれはね、いやすごい広角も上がってもういい可能性めっちゃあるんですよ。他の2台も出てるしなんですけど、私には今日どうすることもできない。一角じゃないの？え、これでもいかんないんだ。マジかよ。あーうまいな、うまいね。グッジョブ。音楽流れてんのこれ、なんかあんまり、なんか無音。ないよね。ちょっとなんか流れてる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。疲れた。まずね、結果とか言う前に、はい、怒られる前に、うん、店内状況をいろいろ話したい、はい、話し合いたいけど、うん、完全に角でしょ。うん、角がもう間違いなく出てた。うん、もう出てなかった角なんて。角がほとんどないよね。まあ、せいやが角でしょ。うん、うん。こっちの方くても角でしょ。これだけじゃない。打ち角もすごい出てた。ね、打ち角もね、うん。すごい出てた気がした。で、エヴァは やめたけどね。すごい200ぐらい出してやめてて、うん、ジャッカスも出てて、うん、ててバイオが角2が今すげー出てると、こっちも角でしょ。多分おそらく、うん、ナノハは角以外全部良くない？いや、角も。どうなの？ナノハ全然三角わかんないんだけど、うん、三角でも広角めっちゃ上がってた。とにかく角、うん、内角が強い、うん、北斗も全体的に悪くなさそうな感じだけど、あんまり出玉として 見えないんだよね。そう、出玉としてドーンと出てる感じはないんだけど、うん、でもこっちの角だっけ。あ、なんか出ました。あ、違う、こっちの角だっけ。あ、なんか出てた。あけど、でもね、まあ全体的に悪くないっていう感じ、まあ、あれはまだね、あれそんなに爆発しないでしょ、あれ、うん、なかなか爆発させるのは結構難しい台かもしれないかな、まあ、と思ってるけど、あんだけみんな遊べてるってことはそれなりには入ってるとは思う、うんうんうん、まあ、でジャグラーに関してはもう角じゃないよね。ジャグラーは角じゃなくて中の方が強いよね。まあとにかく今回の作戦は成功だったと思います。いや、出だしめっちゃ良かったの、うん、だから多分、うん、絶対勝てると思ったもんね。ねえ、あれだな。え、でも今日のは朝ゴッドで、うん、まあそこまで悪くないさそうな台をどっちも座って、うん、で、それなりに乗せて、そう、そこから広げられなかったのが悪いよね、二人とも。それ、これは二人とも僕だけで、そこだけ強調するのかよくわかんないんだけどでも私もだって最初4個一気にダンダン乗っけて、そう、そこから全く乗せずに、ねえ、ねえ、いやだから本来はそこでこう、うん、跳ねるでしょ、普通は。そう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 、本当にいい台だったら跳ねるはずやん。まあでもチャンスはあったからね。
結果の方に行きますか。まあそのなんだ凱旋で最初出して、まあ、ちょっと飲まれてまた当たって単発でとか、まあそれを繰り返して結局凱旋は1500枚ぐらいか。1500枚あじゃあもう浮いてた。1500枚とか1300枚とかなんだけど、それを結果ね、それをどこに持っていったなのあちょっと聞こえなかったどこに持っていった結局まあでも500枚ぐらい戻してで結果、回収が939枚おただ投資が26本いっちゃってるのでマイナス300枚ぐらいかな。じゃあ私の方はい言わせていただきます。総投資33,000。うん、いいじゃない、綺麗な数字でしょどこがいや正直投資分で言うと5とやめた時点で1号だった。うんうん、で約700枚ぐらい持っててその時点でちょいプラ、うんうんうん、でそっから行ったのがファイティングドラゴンバーニー、うんうんおおでちょっとこれ番組なんないんじゃないってちょっと、うん、なんかすごい言ってたよね聞こえてはいた。そう、うん、だってめったに光らないこのドラゴンランプがまずついてそこでこうリール止めてでひょっとしたらここが光るけど多分100回転に大体1回あるかないかぐらい、うんうんうん、そのまずこのドラゴン、うんうんうん、でチェリー出た瞬間大体ダメなんで、であリプレイだったらいいんだとかベルだったらいいんだと思ってたけど結果違うかったってでだから最終的には585枚をビンゴで当たってちょっと取り返して最後はハイディングドラゴンバーニング戻るんだね。戻って戻るんだよねそこはね。それはね偉かった。そうでしょ。そういやでもビンゴは投資分の、18本あ違うわ18本じゃないなバケ結構いったね。だってバケ物語言ってたもんね。だからビンゴ結局10本ちょい。バケがダメだったな、今日は。バケを売ってる場合じゃなかった。ビンゴだった。うん、じゃあ、今回は単純に構わなかったんで、次回の作戦、今考えた方がいいですか？うん。これでこの状態でしょ、ずっと。何か出てくるわけでもないでしょ。ね。そ、今日、救済ミッションは？ないよね。なんて。そろそろなしで行かないと誰の指示？どういうこと？あ、そっか、ディレクターかディレクターの指示でしたそっか、そっかいただきます。いただきます。なんか、質問が来てるらしいんであ、なるほど視聴者の、はい、前回ね、なんか、うん、紹介したんであ、そう、なるほど、なるほど来てるんだけどはい答えれる？答える、何でも答える。お言ってね。うん。そりゃ相手が負けてる方が気が楽ですよ。うん。ね、そう当然す。いやーでもどうかな。ああなるほど。僕が多分、でも負けても大丈夫な空気を作るのが僕のちょっと特権っていうか。作れてるじゃん。負けても負けてもああすまん負けたんだっていうの空気を作ればどっちもハッピーじゃないのでも喧嘩なんないんじゃない。でも別に負けてる時点で楽なことないんじゃない。どっちの方が楽とかもうどっちも楽じゃないけどね。うん、そうだよね。どっちも勝つのがいいよ。うん、うん、ね。うん。当たり前のこと僕でもね正直この番組までは乗り打ちは友達と絶対しない。そも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 で番組でやらされたのが多分過去に1回あるかないかぐらい人生で基本やっぱり仲間の間に
銭が入るといいことはないと思っちゃうんですよね。金の切れ目は縁の切れ目とも言いますしね。そうだから僕は野西に対しての気持ちがもうなんかいやまあやっていろいろ分かったけど僕は向いてないなと思うあれ僕は野西に向いてないと思う。なぜならあの負け出すと趣味打ちに走っちゃったりとか。あでもそれはあるよ。いやでも、まあ、本当はダメなんだけど。ダメでしょ無理打ちは。いやでもやってて楽しいよやってて楽しいけどあの多分僕を見てあノリチこうやってしようっていうのは絶対俺いい例になるな、うん、その悪い例を見せてる悪い例悪い例そう、うん、あの良い子は真似しません真似しないでください、うん、そうと、ね、いうことですよ。えでも私も、うん、前回こう作戦立てたのはこうゴッドとうまく付き合うっていうのはまあ間違ってなかったけどね朝。ただ、まあそうだね、あの、うん、1ヶ月で店内の状況変わってるもん。うん、そうだからゴッドまあ確かにずっとあるけど北斗が存在という会話にしかすら入ってこなかったよ、うんうん、北斗あんなワンボックスみたいな作ってるのに1人ぐらい言っとくべきなんじゃないかなってちょっと俺は朝思った、うん、ね、せっかく新しくできた、ね、その二重層のところになったところが、うん、それを古無視したのが、ま、今日の負けにつながったんじゃないかなってちょっと僕は思ってる、うん、1ヶ月前に作戦を組むんじゃなくて収録の何日か前にボールの状況をしっかり前日ぐらいにちょっと確認できるっていうかそのどこに何があるかっていうのはねもうちょっと考えた方がいいよね。え、何ごめんごめん聞いてなかったもうさらさらジュー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 確かに焼けててね、ほんとで、何ごめんいや、だから、うん、今日じゃあもう次回は勝ちましょう。うん、うん、じゃあ最後にね、ナイスミーチュー仲良く決めよう。はい、じゃあせーの、ナイスチューミーチュー。次回勝つよ勝つ。